ダンビーユ公爵ジャンバティスト・ルイ・フレデリック・ドラ・ロシフォールド、ロイエ・ダンビーユ公爵の遠征は、アカディア半島最奪還のために、フランスが1746年6月に派遣した遠征隊である。アメリカ独立戦争以前では、アメリカ大陸に派遣された軍勢としては最も大きなものであった。ジョージ王戦争中の、フランスによるアナポリス・ロイヤル奪還の試みは、これで4度目であり、 かつ最後であった。上陸後は、ケベック中東軍の援軍を受けることになっていた。ダンビー公爵ジャンバティストルイ・フレデリック・ドラ・ロシフォールド、ロイエは、イギリスからアカディアを奪い返すのみならず、ボストンを火の海にし、ニューイングランドと西インド諸島を破壊するように指令を受けていた。この遠征の知らせは、ニューヨークとニューイングランドを恐怖に陥れた。この遠征は完全な失敗だった。 遠征隊は悪天候に悩まされ、大西洋横断に3ヶ月を要した。艦隊の乗組員や兵士は、遠征隊がチェブクトワンに到着する前に病気に苦しめられ、ダンビーユも到着後ほど亡くして死亡した。ダンビーユの後を継いだ部下たちは、アナポリスロイヤルに襲撃をかけようとしたが、結局は断念して、フランスに戻った。1745年のルイブールの戦いで、 停滞敗北を味わったフランスは、ダンビユに指令を与えた。すなわち、アカディアを奪還し、ヌーベルフランスを守って、アカディアとニューファンドランド島のイギリス人入植地に対し、できるだけ大規模な軍事行動を起こすように命令した。ノッティンガム・トルマールの海戦、サミュエル・スコット作演生体は1万1人の兵士、及び乗組員、64隻の艦で構成されていた。 海軍中将のダンビユは、海軍少将のジャック・ピエールド・タファネルド・ラ・ジョン・キエールと、コンスタンタン・ルイデス・デ・ストゥールメルの助力を得た。出航準備に手間取り、1746年の6月22日になってから、エクストを出航した。アゾレス諸島沖では長い、静まり返ったなぎの状態が続いた。この後に、嵐が来て、数隻の艦に落雷があった。ある艦ではこのために、 火薬庫が爆発して30人以上が死傷した。8月24日の時点で出港から2ヶ月以上経過しているのもかかわらず、ノバスコシアまではまだ300リーグもあった。ハリファクス港9月10日、遠征の戦闘集団がサーブル島に上陸した。その3日後に艦が暴風により散らされ、艦に大きな損傷を与えて、その後フランスに戻さざるを得なくなった。 軍艦ルマールも損傷を受けた。この艦は暴風の際にサーブル島の沖に経流されており、損傷がひどく、ルラファエルと共にフランスに戻されることになった。その後数週間経って、また暴風が吹き荒れ、ルマールはまたも損傷を受け、ルラファエルと離れ離れになった。アイルランドから20リーグの沖合でイギリス艦のノッティンガムがルマールを見つけ、打歩した。 後のフレンチ・インディアン戦争中に、このルマールは岩に当たって沈没するが、その場所は、ルマールロックとして今日も知られている。遠征では、食料不足、発信地不須、赤痢、そして解決病で、多くの者が死亡した。ノバスコシア到着後も多くの者が死んでいき、9月27日には、ダンビーも死亡して、ヌーベル・フランスの次期総督であるラ・ジョン・キエール公爵が、後を継いだ。 しかし10月、ジョン・キエールの艦隊はフランスに戻り、その時も多くの乗組員や兵に犠牲者が出て嵐で艦を失った。ケベックからダンビーユの遠征隊と合流するため、ジャンバティスト・ニコラ・ロックドラムイの遠征隊が派遣されてきた。フランス人聖職者のジャン・ルイ・ルートルがこの両者の連携を取る予定で、ドラムイの軍は1746年7月に、 ノバスコシアに到着した。この軍には21人の士官と700人の兵がいて、ボーバさんに野営を張り、セントジョン川の流域から300人のアベナ貴族、ノバスコシアからミクマク族を300人招集した。フランスとインディアンの同盟軍は、総勢1300人にもなった。ラムザイの兵は、夏から秋にかけて、到着が遅れているダンビーユの遠征隊を待った。この時期ラムザイは、 現在のプリンスエドワード島のポールラジョアでの激闘を制してイギリス軍40人を殺し残りを捕虜とした。チェブクトに怒りを下ろした44隻の船は5週間ほどとどめ置かれたままだった。9月29日にダンビーユの代行として指揮を取ったコンスタンタン・ルイデス・トゥーメルがアナポリス・ロイヤルへの攻撃のため遠征隊から1500人の兵士と ラムザイ軍から300人の兵士を送り込むことを決めた。しかしデス・トゥールメルは、それだけの任務の遂行能力がなく、そして、指揮官も自分には向かないと考えており、周囲への過剰な気配りから、協力者を募ることを良しとせず、結局、絶望と不安、怒りの末、自分の周囲はすべて敵であるという思いに駆られ、自らの件で自殺まで図る羽目になった。 次に遠征隊の指揮官を引き受けたのは、ヌーベルフランスの実機総督に任命され、艦隊と共にカナダにやってきたジョン・キエールだった。アナポリスロイヤル攻撃計画が推し進められる。一方で、兵士たちが次々と病気で死んでいき、10月の半ばまでには、チェブクトに上陸した者の,のうちの41%が死亡、または重体であった。その数は、可視感、 乗組員そして兵士を含めて12,861人だった。病気はミクマク族やラムザイの兵士たちにも伝染して行った。アナポリスロイヤルのアントリで10月半ばまでに300人のラムザイの軍勢はアナポリスロイヤルに到着したフランスとインディアンの部隊はアナポリスに八重を張って3週間の間兵士と砲兵を乗せた艦隊が着くのを待っていた。 彼らは、ミナスとイギリスの交信の断絶や、砦の駐屯兵とアカディア人の接触の阻止に、努めていた。10月24日、42隻の艦がチェブクトを、立った。艦隊では、ミナスに住むアカディア人、約50人が案内を努めていた。うち3隻の病院船が、帰国状態のものを乗せて、フランスに立ち、13隻の艦が、アナポリスロイヤルの攻撃に参加する。 94人の士官と1410人の兵士を乗せて出航した。2日後、アナポリスロイヤルへの艦隊がケープネグロを立った時、ジョン・キエールは心変わりした。艦隊にフランスへ向かうように命じ、ラムザイにアナポリスロイヤルを撤退するようにという指示を伝えたのだ。1746年秋、フランスが遠征隊を送り込んだことにより、 マサチューセッツ湾直轄植民地の総督、ウィ。彼らは困難を極めつつも、グランプレーのミナス地域にたどり着き、ミナスの民家に分白した。ノーブルがラムザイとの戦闘を春まで延長することにしたからである。誰もが雪中での戦闘は不可能だと思っていたが、ラムザイは違っていた。マサチューセッツ軍はラムザイの居場所を知るとすぐに野獣を仕掛けたため、 アカディア人から報復の可能性を警告されたが、ノーブルは高をくくっていた。雪が5メートルも積もっており、おそらく兵もそういないだろうと考えていたのである。しかし2月の初め、ニューイングランド軍はラムザイ軍に包囲されているのに気づいた。この時60人のイギリス兵が殺され、70人が負傷し、大尉のベンジャミン・ゴールズウェイとは降伏した。ダンビーユの遠征の失敗は、 アカディア人の戦争への加担に深刻な含みをもたらすことになった。彼らのフランス勝部氏の思いは揺らぎ、遠征失敗の後、アカディア総督のポール・マスカレンは、アカディア人たちにフランスの支配下に戻ろうなどという夢は避けるようにと通告した。あるフランス人士官はこのように記している。ラムザイがアナポリスロイヤルを撤退するとき、アカディア人たちは不安に陥り、 失望した。これで自分たちはイギリスから懲罰を受けることになると思ったのである。ダンビュウエン隊の野営地は現在カナダ国定史跡となっている。ありがとうございます。